さんにさまざまな検定を体感してもらうという、うん、壁じゃないかな。4番どっちだろう。ちょっとどうかな。いや、勉強になりますね。いろんなことを学べますね、やっぱり。さあ、何問？おはよう、始まりました。もちチャンネルです。さあ、菊さんにおいでいただいたんですけども、まあ、菊さんは英単語マニアということでですね、いろんな問題解いてきてるわけなんですが、今回やっぱちょっとね、リクエストがあった英単語検定1級受けたら菊さんどうなんだろうっていうですね、公式問題集があったことすら忘れてました私。英検とは独立のテストなんですか？全然違います。全く違うテストなんですけど、100問あって一体何問正解できるのかっていうのをね、見てみたいと思います。結構たくさんの人が受けるテストなんですか？いや、少ないです。そうです、ね、試験官も特にいなかった気がします。何それ。じゃあカンニングシステムができるの？いや、あんま覚えてないですけど、マークシートが市販のマークシートでした。それもすごいチェックされなかったです。そういえばアイデンティティを、ID チェックもなかったです。今はあるのか分かんないですけど、そういうテストあるんだ、ね、じゃあ菊さんにやってもらおうと思います、はい、じゃあちょっとね、テスト3をやってもらいますので、はい、はい、2、3、役を選ぶ問題ですね。まず4、1、2、3、2、怒りの武道。うーん、壁材かな。4番、どっちだろう。お、悩んだ。4か。あ、いいな。やってちょか、いちゃつくことだって面白い。23のユーズアップが奪うっていうのもちょっとおかしいような気がする。散脱すると奪うが違うような気がする、はい、これもちょっとおかしいんじゃね。取り消すと廃止するは違うよね。あれ、みこ議論のっていうのもちょっとどうかな。あ、また出ました、ハーボック。これもう終われ、まあいいか。まあ、アバズンでまた出た。出た。菊池さんの場合は引っ掛けの選択肢もわかるから、こういう引っ掛けなんだなっていう。あ、武勇伝。武勇伝さ。なるほどね。武勇伝と訳すのか。武勇伝じゃない佐賀なんかいっぱいあるんじゃない。フィンランド佐賀っていうのもこの間出てます。次は定義ですね。AA 辞典の定義を。お、悩んだ。とりあえず正しいものがないぞ。ここじゃないぞ。俺のためには、はい、ブレストとかもキーパーブレストビズの熟語ではよく見るけど、単語1個の意味とかって言われて、多分一番になるのかな。はい、はい、という感じになりました、うん、じゃあ、うん、答え合わせしていきますか。では感想としてはどうですか？面白かったですね。これが英単語検定でございます、うん、はいはい、菊さんにさまざまな検定を体感してもらうという、はいはいはい、こうなんですけども、うん、じゃあ読んでいきますので回答、はいはいはい、丸付けしていっていただければ、はいはい、2、はい、2、はい、3、はい、1、はい、3、はい、2、はい、3、はい、4、はい、1、はいはい、これ10問ですね、はい、3、あ、間違った。お、11番何でしたっけ？11番、はい、スプリング。あれ、あ、これてっきり木の枝だなと思ってた。あ、木の実。木の実。枝と読んでた。日本語読み間違った。やってしまいました。はい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 。狭い場所、うん、やっぱゴミゴミした場所なのかって、ウサギの巣みたいな用途、はい、だから狭い感じかと思ったけど、うん、ゴミゴミしたところ、たくさんの住人が集まった建物、うんうんうん、狭いところが間違いかな、微妙な、まあ、まあ、まあ納得ですよね。まあそうなんですね、はい、これで、ね、実際自分を受けた時に、はい、これなのって思ったことはいくつもあって、はい、でこれ元本がですね、はい、どうもですね、アルクのスーパーレベル英単語の一番上のレベル、でもそれでその元ネタの単語帳と違う訳で結構出てくるんですよ、うん、なるほどね、
なので、覚えたのにこの単語、うん、なのにないっていうので、うん、結構厄介だったんですね、うん、ある程度難しい単語を日本語に一語で置き換えるっていうのはものすごい難しいことではあるんだよね。22、はい、26にちょっと自信なかった。26、あ、リボークね、はいはい、廃止する、まあこれはね、廃止よりか撤廃とか取り消すと廃止はちゃうやん。呼ぶとか声ですね、ボーカルとか、うん、後ろに声出すと引っ込めるですからね。もうちょっとクエスチョンに、31番は、うん、あ、ハリーですね、うん、うるさく求める、うるさく求める、もうちょっとなんか侵害されるとか攻撃される悩ます、苦しめるの一方ですね、うんうん、苦しめるの方をすごくせがまれるよりもちょっと重たい感じの言葉だと思うんだけど、ハリー somebody to annoy or upset somebody by continuously asking them questions。 じゃあ外れでもないのか。 She has been harried by the press all week と来てるので、ここってどうなんですか、うん、どうなんですかって。せがまれるはちょっと軽い感じがしたけど、でもそうやって見ると4、はい、2、あ、33間違えた。33、4、サクリリジス、そうか、神聖を犯すっていう方がさ、これはなんと完全に僕のミス、はい、サクリリジス、サクリリジス、サクリリジス、はい、カームとかサリーンとかの Peaceful and Beautiful そのまま書いてあるんですね。こっちの方、あ、Perfect Without Problems も書いてある。そっち側も載ってる。そういう意味もあるんだ。でも英和の方には確かに完璧なっていうのが、うん、ない。英和辞典は完璧なっていうのは一つもないですね。2、3、4、5、2、4、4、3、1、1、1、3、8、6、はい、これはキーとか読むんじゃないかな。キーって読むのこれ、はい、へー、チャンバシとかみたいな感じだよね。はいはい、不当とか、はいはい、キー、うん、あ、クエイモ乗ってる、うん、つともクエイモって読むこともあるんだ、うん、あのフロリダのキーとかっていうのがよく、いや、勉強になりますね、いろんなことを学べますね、はいはい、やっぱり86はこれは実力で間違ったね、はい、で、87が3、うん、はい、87が1か3で散々悩んだ。 Azure Good or Quick、 あ、まあ Quick が確かにこれ選びたくなっちゃいますよね、うんうん、これすごいです、あまりも植物的なんでしょうね、ノーティスさん。ああ、なるほど、うん、このノーティスが違うのと、うんうん、クイックリっていうのね、うん、ちょっとこれは選択肢としてはどうかな、うん、ダミーの選択肢としてはちょっと、なるほどね、一番はちょっとずる賢い、うん、ちょっと三角丸みたいな感じであんまり好きではないかな、うんうん、なるほど、3、はい、3、はい、3、はい、4、あ、間違った、91番ですね、うん、アップストート Someone who behaves as if they were more important than they really are、 信仰なりきみたいな、成り上がり者って言いますね、うん、急に出現した、うん、で、急にっていうニュアンスがこの中にはないじゃないですか、急に重要になったっていう、うん、ちにそれがないとアップスターズの意味にはならないと思うんだけど、そう、確かに後ろのね、この behaves as if they are more important だけではアップスタートにならないですね、これはちょっと納得できない、はい、ちょっとまた文句出ました、はい、3、4ということでした、はい、98の4がね、アートワイル、褒めるときに、これオーストラリア人とかというボケブラ勝負してね、はい、よく勉強するオーストラリア人、はいはい、これオーストラリア式にハクレイドアーカライト、はいはい、この意味ではオーストラリア人の A とか I 区別つかないんでね、はいはいはい、オーストラリアでアクライアクライト、アクライト、特にオーストラリアの田舎の人にね、A と I は全く区別つかないんだけど、メルボルンとかにいる人に言わせてもやっぱり全然違うよって言うから、そう、オーストラリアの人の中では区別つくみたいですね、そうですね、グデイ、やっぱグデイとグダイなんで、うん、デイとダイみたいな、うん、デイとダイみたいな感じですね、オーストラリアはダイ、うん、ダイ、うん、Die. I come here to die とかって言うと、じゃあ死にに来たんだみたいな、望み通り首絞めてやろうって die、ね、はい、ちゃんと違うみたいですね、そうですね、もう3週間いて聞き分けはできるようになりましたけど、さあ何問、1、2、4、5、5、 5問も5問ということで95点ということで、腹立つな、合格です、テポンムカつくどうどう、アップサードが一番嫌な感じするから、なるほどね、ぜひ岸さんにチェックを求めてください、作ってる方はい、いや、そうおかしいだろ、5問も間違ってチェックなんかできないけど、ゼネットとかね、はいはいはい、これ僕はゼーナスとか読むと、どっちが多いのか、 CNN を見てるとですね、ゼニスバンクのコマーシャルがしょっちゅう流れるんですね、それゼニスって読んでるんですよ、その CM では、うん、ゼニス、うん、あ、両方両方あるんだ、
でもそういうの悩むやつがあの偽のって言って、あのクエーザークエーザーコワーシーって言うんだって、それは日本人だけじゃないかと思ってたら、ネイティブスピーカーで結構コワーシーって言う人がいてて、と思いますけども、どっちか一つにしてほしい、うん、怒りのブドウとかも言ってましたね、Wrath とかね、はいはい、言ってましたね、The Grapes of Wrath、スタインベック覚えるんですよ、世界史で一生懸命スタインベック、いかにもけど、はい、という感じでいろいろやってみて、はい、デタタのアプリやった時と同じ単語もね結構出たりしましたんで、でも5問間違ったっていうのは結構ショックまあ日々勉強ということで、はい、じゃあまあ再チャレンジ戻ってきます、はい、I shall return OK I'll be back アスタラビスタベイビーということでした、はい、はい、今回喫煙おいでいただきましたありがとうございました、はい、See you up